忍者パパのクッキングです。今日はこのメガドンキーで買ったこのビンチョウマグロを使って高級イタリア料理に変身させたいと思います。これで今からカルパッチョを作っていきたいと思います。それでは、調理スタート。はい、この今日はビンチョウマグロ、こちら、これの大きさで334円かなりお得ですよね。こんな大きいんで厚さもあって、これを今からカルパッチョにしていきたいと思います。まずはカルパッチョに使っていく、まず今日はカルパッチョの付け合わせにサニーレタスとキュウリを使っていきたいと思います。はい、そうしましたらビンチョマグロのカットしていきたいと思います。はい、そうしましたら今度は盛り付けに入りたいと思います。あとはカットしたビンチョマグロをこのように並べていきます。先ほど切った、あとは先ほど切ったサニーレタスをこのように置いて、そしてレモンですね。そうしましたら、ここから、普通は、まあ、ご家庭にある、通常でしたらご家庭にあるドレッシングで結構なんですが、今日はシンプルに塩コショウ、あとはオリーブオイル、そしてレモンですね。これで味付けしていきたいと思います。あとは仕上げにここにエクストラバージンオリーブオイルを、まあ、このように回しかけて完成となります。今日はシンプルに塩コショウ、あと仕上げにちょっとレモンを先に絞っておきます。今日はシンプルに塩コショウとオリーブオイル、レモンで味付けしましたが、ご家庭にあるドレッシングでも十分美味しくいただけますので、ぜひやってみてください。それではこれより実食していきたいと思います。これより実食したいと思います。じゃあ取り分けてみようか。うまそう。ちょっとコショウかかってよし、食べてくる、うん、はい、それでは実食したいと思います。いただきます。いただきます。ビンチョウマグロのカルパッチョ、いただきます。ドレッシングかけたい。ちょっとレモンもうちょっとかけようか。美味しいね。ワインに合うね。今かけたんだよ。あ、全体に？うん。切る？うん。どうやって切るの？どうやって切るの？増やしたいこと。うん。レモンいっぱいかけても美味しい。美味しい。レモンいっぱい美味しい。うん。すごいちょうだい。うん、たまにはいいね、こういうの。はい、それでは今日は安いビンチョウマグロを使って、イタリア料理、カルパッチョを作りました。参考になった方もしいましたら、チャンネル登録の方、あといいねボタンの方よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。ねえ、どれどれ、これから完食したいと思います。美味しいです。